携帯電話、ゲームのコントローラー、アート作品に使われているのは西アフリカガーナの首都にあるスラム街アグボクブロシー地区に捨てられ山積みになっていた電子廃棄物です。それらのゴミを使ってアート作品を作り、収益を周辺に住む人々のインフラ作りに還元している美術家の長坂真吾さん。個展が開かれたマンハッタン双方のギャラリーでお話を伺いました。ハリウッドのセットの中にね、いるような非現実的な世界がそこにあって、こう金属音を鳴らす甲高いカンカンっていう音でやったりとか、近くにオニオンマーケットの市場があるんですけど、オニオンとかトマトとか腐ったもののね、腐敗臭に、それにハエとか蚊がこうたかりね、ものすごいカオスな世界。僕の唯一の武器はアートだったんで、アートでスラム子供たち労働者たちと関わる術はないかっていうふうに考えるようになりました。パソコンや携帯電話、テレビなどの電気製品は使い古された後捨てられ回収されていますが、適切にリサイクルされているのは全体の2割以下で、そのほとんどが廃棄されているといいます。これらの廃棄物はアフリカ諸国などに運ばれていますが、中でもアグボグブロシーは世界最大規模の電子機器廃棄場で、電子ゴミの墓場と呼ばれています。周辺に住む人々はゴミの中から取り出した金属を売り、わずかな収入を得ています。しかし廃棄物を燃やす際に発生する毒性を含んだ煙を吸ったり、周辺の環境汚染が進み、がん発症など人々の健康に深刻な被害を与えているといいます。長坂さんは自身のアート作品の収益をガスマスクの寄付や独自の学校、美術館の運営などに充ててきました。さらにこれから最先端のリサイクル工場や農場を作ろうとしています。リサイクル工場の敷地、今回700平米、去年一人で行って借りました。で、今ゴミの回収も何十トンか終わってるんですね。これをいかに効率化するか、リサイクルマシン、高いもので1億円のものを買おうとしています。どの機械、これ間違えたら大失敗なんで、さらに工場だけじゃ終わらないです。アグリカルチャーやろうとします。 CO2 をより吸収する植物に特化したファームを作ろうとします。酸素を たくさん放出しながら直営することによって、彼らの給料を将来上げれるように、フェアトレードできるような仕組みを作るために始めます。初めて出会ったガーナに恩返しして協業することによって、スラムを一掃する、このノウハウを全世界のスラムにインストールできる会社にする、これが目標です。孫さんの才能にちょっとびっくりする と同時に、あの日本の将来に向けたね、非常なに大きな可能性を感じました。 He actually painted the trash is not trash at all. Everyone can seek transformation through art, and that art is also a powerful tool to generate change.